ちょっとください。それ今、ロアツとドライウェルの圧力と、イコールしてください。それで、プラントパラメーターの方は、今の傾向のままなので、傾向でゆっくり落ちていくと思いますから、3分おきの読みに変えます。で、それから、これに加えて、次の3分データでは、カムスの、ウェットウェル側の、ガンマ線、それから、サプシャル側のガンマ線も、合わせて読んでいきます。これ水は入ったのこれ。まあね。聞いていいですか？いいよ。すいません、これは水は入ったんですか？入っていると思っておりましたが、ちょっと入ってないようなので。それ、どういうこと？起動はしたんだね、この圧力になるともう当然のことが入ってるはずなんですけども、水位が回復しないということは入ってない可能性があるんで、現場をちょっと確認したところですね、どうも消防ポンプ の海から汲み取ってる最初のポンプ、ポンプ2台あって、最後に1台あって、ロアツ0.743、そいつがですね、どうも今止まってるっていう話が入ってきたんで、それを今燃料入れにですね行ってるという話が入ってきてます。ちょっと大地球に対して、はい。